眼科の診察が必要なら明日朝9時半からよ。あんたらみたいなくだらないガキどもはね、迷惑なのよ。あんた暴走族にしちゃずいぶんチビね。バイク足届くの？たく。アクトスリー。オーケーマスター、レッツキルザホール。カバンお持ちしましょうか？いえ、結構です。あっちは中庭、こっちは競技場があるんすよ。賑やかなところですのね。すっごい美人。頭ちっちゃい、足長い、髪サラサラ。誰が落書きをしたのか知ってる者はいるか？月山さんが他のクラスの子と一緒に書いてました。じゃあなんであそこでチクんだよ。だってね、口止めされなかったし、正直なところを言うと、君と織原さんを天秤にかけたら、机に落書きする子よりもおとなしめの体操着の巨乳の不思議っ子の方を選ぶのは自然の摂理っていうか。ざけんな子よ。よし、できた。思春期真っ盛りのアッくんがこれを見たらきっとムラムラして。よしこのおっぱい。いやー、アッくんたらエッチ。いいのよ、アッくん。男の子なんだから。よしこー。重いとか言わないでよ。大丈夫？あ、行くぞ。どうしたの？この感触、なぜだか懐かしい。こら、太もも堪能するの禁止。あと重くて持ち上がらない。はあ、やっぱ言った。源蔵殿、私をどうか弟子にしてください。断る。俺は忙しいんだ。お願いします。なら体で払うことすらやぶさかではなく。断る。まずはお前、コボルトくらいに魅力を磨いてから出直してこいよ。私はコボルト以下なんですか。旦那様。お兄さん。あらた、いい加減に起きてください。遅刻ですよ。まったく、朝倉一人で起きてください。ああ、よし、リリス、カモン。カモンじゃありません。僕に聞きたいことはないのかい？悪いが、今はお前と話すより外にいるはずのエミリアと合流したいんだよ。嘘でしょ。世界中のあらゆる権力者が僕の知識にすがろうとこの身を求めてきたんだ。まず落ち着こう。落ち着いて話しよう。誰も知らない世界の真実の知識は興味ない。何？そのアイナの心を見透かすような瞳は。嘘。アイナのこと見てたんじゃなくて、このアイナを透かして黒板を映そうってわけ。おい、黒沼、前を向きなさい。すまん、詳しいことは話せない。そういう大事なこと話してくれないの相変わらず。でもそんなミステリアスなところが。明日から夏休みだ。私はもう夏休みが楽しみで楽しみで。私も楽しみ。あっくんも楽しみか。別に。一日中勉強。せいや、私も冒険に連れてってほしいな。アデネラ様、せいやの担当女神は私なんですよ。私の気持ち、5時間かけて作った。受け取って。まずい、いらん。やっぱりいいよって。稽古には感謝している。だが一緒にいたいとか全く意味がわからん。
そしてケーキも全くいらん。以上、さらばだ。私はあなたに好意を持っている。そうか、申し訳ないが、わしはお前に恋愛感情を持っていない。何よこれ、ビーチから一子一人いなくなったわ。今までにない大規模な暗殺計画、ここまでは完全に予定通りだ。ねえカラスマ、脳殺したいの？ねえ、あと残る心配は。お、ちょ、何よ、積極的じゃない。まさか二人きりだからってこのまま。何してんのよ。なんだよ。レディーファーストって知ってますか？俺は真の男女平等を願うもの。都合のいい時だけ女の権利を主張し、都合の悪い時は男のくせにとか言っちゃう輩は許さない人間だ。なるほど、カズマが私のことを女として見ていないというのは理解しました。ならいっそ一緒に入りましょうか。そうだな、一緒に入れば解決だな。あれ、佐伯くん。ああ、やっぱり佐伯くんだ。はい、ドン。これであなたの一生の思い出確定。完全に好きになったでしょ。いいのよ、身の程を知らず私に恋をしてもあなたに罪はないわ。なぜなら私は美少女だから。え、それだけ？佐伯くん、どこ行くのよ。もう避けられた。よかったら私もついていこうかな。美男美女の目音となりましょう。そんなこと、いきなり言われても困るのよね。美男美女か。それって私に惚れたってことなの？いいえ。は？政略結婚は世の習い。いや、むしろ愛など邪魔になるだけでしょう。よっちゃん、よっつぎちゃーん。時間かけすぎ。チョップ、イエーイ。見た目はあれだけど意外とは可愛いですよね。心を読むな。まひろさん、おシャンタ君だけじゃなくて私のことも撫でていいんですよ。ほーら、シャンタ君とは肌触りも段違い。ピッチピチでプルプルですよ。さあ召し上がれ。あ、もうこんな時間か。それにするんですか。まこちゃん、あとぼ。どうしよう、考えろ年を。いいじゃない、まこくんまだまだ子供なんだし。そっちじゃねえよ。一回でも意思が噛み合ったことありましたっけ。ほら、そういう態度、まこくん釣れないもん。じゃあ聞きますけど。なになに、スリーサイズは内緒よ。いやお前まさか俺の首を折ろう。どうですか、前よりお腹スリムでしょ。なこと言われてもお腹触ったの初めてだし。はぁ、仕上げだ。いいぞ、完成だ。さあお次は企画長だな。あ、私は兄さんにやっていただきますわ。手順も分かったことですし。忘れた。え、そんな。